シルフィエットさんおめでとうございますあなたの幸福を心より心よりお祝い,いお <laughs> ごごめんなさい私としたことがもしかしてエリナ・リーゼさんって <laughs> 僕のおばあちゃんですかち <laughs> 違いますわあなたのおばあさまがこんな陰拝なはずが2人が肉親 <laughs> そういえば。 シルフィーの作ってくれたペンダントとエリナ・リーゼのペンダントが同じものだったな。言われてみれば顔立ちも似ている。ルフデウス、わ、私は、こんなですけど。心配しないでください。エリナ・リーゼさんが原因でシルフィーと別れたりはしませんから。大嫌いなパウロと親戚になることを心配した方がいいんじゃないですかあなた、こんな時に面白いことを言いますのね。